はい、皆さんこんばんは。ポリゴンポリゴン2ポリゴンです。じゃあ前回の動画で私はですね、全く超スゴフェス限定キャラも引けず、ルフィ VS カイドウも引いてません。で、超スゴフェス限定キャラでね、ルフィ VS カイドウどちらかを引けなければ、どちらかっていうか、もうルフィ VS カイドウかな。僕はもうね、引退します。トレクルモチベーション下がってますので、その状態でね、最新キャラもゲットできないってなると、そのモチベーション低下にこう最終打撃をね、与えられそうな気もしてて、なのでちょっとこの機会を機にね、トレクルやめてもいいかなっていう思いがありますので、今回ルフィ VS カイドウをゲットできなければやめますという、そういう動画になっておりますと。今回もこれが最後の動画になるかもしれません。超スゴフェストレクルに関してはね、今回もバチバチ持ってね、最後568個虹の宝石あるので引いていきたいと思います。いきましょう。10連目でね、 50% の確率で、フェスゲンが来るという、仕様になってますので、そこまででね、そこで来なかったらもう終わりですね。終わりだと思ってください。はい、これはもう捨ての10連でしたと。まあいいですよ、構いませんよ。そっさあ80連目いきまーす。バリバリ来ちゃったよ。嘘でしょ、ルフィ VS カイドウ来ちゃうの。まあ、違うね、超スゴフェス限定キャラという可能性もありますし、ヤマトっていう可能性もね、全然ありますから。ヤマトが来た場合どうしよう、そこ明言してないんですよね。ルフィ VS カイドウかヤマト、どっちかにする。どうなんだろう、多分ね、僕ヤマトだと思いますよこれ。あ、違うわ、持ってないキャラか、持ってないキャラが来てくれたってことかな。ジーサスバーシス持ってなかったんでね。それかこいつは超スゴフェス限定キャラ、ルフィバーサスカイド。あ、持ってないキャラが来ましたよってことかな。これ持ってるね確かね。はい、持ってないキャラジーサスバーシスが来てくれましたと。それでバリバリでした。マジで俺引退かも結構引退が近づいてきてます。10年のトレクルがこんなところで終わるのか。まあそれはそれでね、なんかいいかもね。感慨深さはありますけれども、ちょっとね、最近面白くなさすぎるので、なんかいい機会かな、やめるのもって思いますね。さあここです。10連目の 50% の確率で超すごいやつらが来ます。ここでね、もう来なかったら多分来ないですね。なかなかに厳しいと思いますので、はい、バリバリ。ここで誰が来るかっすね。これでギアフィフスまで行っちゃうと、はい、ルフィ VS カイドウだかのか、ヤマトなのか。ルフィ VS カイドウやったら引退しません。ヤマトやったら、つうか 50% だよね今すごい金色やったけど、びっくりさせないで、すっごい金色やったよ。そうそうそう、 50% だから、そこはならないと赤髪に。ここも赤髪、よし。さあどこでね、ヤマトかルフィ VS カイドウかってところなんですけれども、長引くんです。ここは誰だ、ルフィ VS カイドウかヤマト、どっちだ。ヤマトでした。やばい、引退が近づいてますえ、どうする俺、ヤマト来たら引退とは言ってないよな。ルフィ VS カイドウではなかったですね、ヤマトですね。どうしましょう、ルフィ VS カイドウでが来ないのでやめるか、ヤマトが来たので続行するか、迷います。何を言いますが、今回ルフィ VS カイドウではなかったので、引き続き続行で、来なかったら引退ですね。いいでしょう、その勝負受けて立ちます。終わった、引退かな。ヤマト来たか、ヤマトかルフィ VS カイドウかなと思ったけどな、ヤマトやったか。ここはちょっと想定してなかったな。
ヤマトの場合どうしようかな。やってもいいけどな、全然やってもいいな、ヤマト来たし。皆さんどうですか、許してくれますヤマト。ルフィ VS カイドウ来てなくてもいいっすかね。ヤマト来たので、まあ、超スゴフェス限定キャラ、まあ、今回のね新キャラっていうことで、まあ、来たのでなんかな、叩かれるまでもなんかあんま見てないしな、このであれば別にいいのか、いいのか。はい、マルコ。ただ超スゴフェス限定キャラ全く来んね、おもろいぐらいに。ヤマトが初じゃなかった今ね。すごいなこの動画は。明日とか第1弾とかあんのか、1ありそうやけどな。まあいいや、取りま引きます、引きます引きます、もう引いちゃいます、終わり。まあ正直言うとね、動画をねやってる時間ももうないんですよ、作る時間も。なのでね、正直やれないっていうところもあるんですよね。あと何回、4回ぐらいかな。まあ引いちゃいます、正直もう引いてしまいます、どうせ赤髪来ないですけど。ルフィ VS カイドウは来ませんでした、残念ながら。僕のね思いは実りませんでしたね、終わりですね。まあいいんじゃないですか、正直。なんかまあワンピース関連のねコンテンツは作っていきたいし、ただトレクルじゃなくなるよってだけなので、ね、ワンピースファンの方はね、まあ、見てってほしいなと思うわけですよ。はい、これは知りません、こんな。あ、持ってたみたいです。168個、あと30連です。30連で終わります、いいでしょう。バリバリは来ませんので、最後の動画結構長くなってる。いや長くないか、スモーカーね。超スゴフェス限定キャラ一切出ないね、こんだけ引いてたらね多少出てもいいんじゃないか疑惑はありますよ。あれ、なんこれ、なんこれ、え、今の何、ヤマトかい。なんやねん、ヤマトかい。ルフィ VS カイドウかなと思ったらヤマトかい。え、マジでもう終わりやん。あの、この、え、もうなんか結局俺やるの、またやらんとあかんのって思ったけど、なんやねん最後。なんか新しいキャラ出るんかなと思ったら、ルフィ VS カイドウではなくヤマトでした。あ、俺これ超スゴフェス限定キャラのオイラン、あれオリンちゃんじゃない、持ってないっすね。さあ最後です、最後の動画になります。さあこれでね、カイドウ、ルフィ VS カイドウ出なければ僕はもう引退です、引退します、あたした。はい、もう出ません。終わりです、終わります、正直終わります、もういいです。まあね、新しいキャラ出てきて楽しみというかな、ちょっと面白そうかなとも思ったんですが、もうね新しいキャラもいっぱいいっぱい出てきてね、これ毎回引かなきゃなんかどうにもならんみたいなのもねちょっとね嫌なんですよ正直。終わりました、はい終わりました。
すいません、ですね、新しいキャラは新キャラとしてはヤマトさんゲットできたんですけれども、まあ、ルフィ VS カイドウがゲットできなかったので宣言通りね、ちょっと引退しようかなと思います。今まで動画見てくださってありがとうございました。はい、トレクル以外のね、あのワンピースコンテンツの動画っていうのも作っていきたいですし、あの潔くねスパッとやめれるかは分かりません。ただ動画配信はねもうおそらくしないと思います。とトレクルに関してはなんか違うコンテンツを発信していこうかなと思いますので、ぜひねそっちの方も、ご覧いただければと思います。すいませんでした。僕の、力不足です。でトレクルに関してはちょっと毎日ね、集会とかもできないので、っていうのも、プライベートでね仕事もすごく忙しくてですね、ちょっとトレクルの動画を集会とかをして時間を費やすことができないっていうのも一つあります。はい、そういうのもありまして、ちょっと終わらせていただこうかなという次第でございます。皆さん本当にすいませんでした。ちょっとチャンネル登録の方をね多分これを見て解除される方も多いかなと思うんですけれども、またね皆さんのご期待に添えるような動画作っていきますので、ぜひぜひね、応援してください。すいませんでした。さよなら、バイバイ。よー